おはようございます。11月6日、9時43分、モーニングショットをお届けしたいと思います。まずはじめに、ね、本日の方針ですが、ドル円は売りから、103円の8090で売りをイメージしました。ストップ104-15において、103円の3525での買い戻しを。ユーロドル、こちらは買いで、1.179080で買いを。ストップ1.1760において、1.1850。 60でのリグイをユーロ円はえ戻り売り122円6575でストップ123円ちょうどにおいて122円の2010で買い戻しをえポンド円は136円の3545で売り136円の75にストップを置いて135円台7060での買い戻しを王ー円入り口は買いでイメージしますが指し値はいたしませんえ74円の9080でジー買い 74の60にストップを置いて75円台4050でリグいを入事円69の8070で買い69の50にストップを置いて70円2535でリグイのイメージです、えー、万が一ドル円が急落があった場合に、えー、クロスの買いが串出しになる可能性が一応ありますので、えー、差し値はしないようにしようかなというふうに考えました、まあ、バイデン候補の勝利を、まあ、ある程度マーケットが見越して、えー、アメリカの株式の買い えー、さらにリスクオンでドル売りとなった面で、えー、非常にあのチャートのテクニカルポイント、非常に大事でございました、下、え、降、ー、三角形のサポート104円ちょうどをブレイクして、えー、3の5丸もブレイクしたといった値動きでございました、まあ一旦この今までずっと止まっておりました、その三角持ち合い、えー、しかもその下降三角形なんですが、まあ、底辺割ったということで、 流れは明らかにドル売りになったというふうにドル円に関しては考えていいだろうというふうに思いますし、ユーロドル、ポンドドルも結果的にドル売りになって多通貨が上昇したと、テクニカル面が非常に強いかなというふうに考えております、一旦まあドル円に関しては、104円手前を売ってみて、どこまでもう一回、アジアの目の前で潰せるかといったところでしょうか。 安値の方が昨日は44までつけておりますが、今朝は5丸が割れたところで止まっております、安値更新までは行っていません、で当然、あのこの103円台であればです、ね、輸入企業さんとしては当然、買ってくる水準だというふうに思います、あとは3円の前半とかであれば、まあ一旦は、機関投資家が買ってくる可能性はありますが、 上値がだいぶ重たくなったので持っているロングのヘッジ外しを例えばそ105円台だったらこれなんかもう明らかに出てきそうな感じなんだろうなというふうにイメージをします、えー、そういった意味ではですね、えー、と全部押しは全部買っておけばいいというわけでもなくやはり流れから見たらやっぱり戻り売りをすべき、えー、なのかなとただしそれはしっかりと利食いを入れて回転させるという意味合いで 戻り,売りだ戻り売りだろうなとそんな風に考えております、えー。一つご質問いただきました。えっ、ー、とこれオージーエンのレベルですが、サポートレジスタンスの水平の引き方で零点七二二一四という十一月五日のオージーエンのレジスタンスラインはわかるけれども、えー、その七一九八四という中程度のレジスタンスラインと判断していましたがそれで良かったでしょうか。これオッケーだと思います。 これが中程度のレジスタンスラインだとすると16ピップス上昇したのでブレイクしたと判断して71984をサポートと位置づけましたがその考えはどうだったかとまあそれでもいいかもしれませんけど71894の方がいいかなと実はそのこれを文章を読んだ時にそう思いましたえそしたらこの方は71984のラインは何か機能を果たすかというその 水準で、えー、このライン無視してもいいという考えならば申し名買いをすると言ってい,るいられるサインが出たのでエントリーできなかったので自信がなかったと,、えー、ということなんですけど、まあ、71894とかっていうのはあの一つのサポートなのかなというふうふに思いますしただあの、えー、実際にですねあの レジスタンスラインブレイクしてそのラインをサポートラインと位置付けたところが10ポイントほど下げる,下げると。この場合押し目買いしてもよかったのでしょうかというふうに。かえってそこはあの買えない状態で、えー、0.7160止まるかどうかわからないといったような、えー、水準だったかなというふうに思います。あのー、全部が全部、そのぴったりピンポイントで、えー、考えるべきではあまりないのかなというふうに思いますしまあまあ12ピップ数の アローアンスは考えておいた方がいいかなと、そんなようなイメージで、えー、見ております。まあ、あの、動きのある中で、えー、例えばその、本当にあの、強い相場の時っていうのは、押し目がないまま上がったりしますよね。ですから、その、ちゃんとしたサポートまで下がらずにもう切り返してしまったり、で、今度は、えっ、ー、と、上昇基調が強い時に、上値のレジスタンスラインを抜けてった時っていうのは飛びつきがしやすいですけど、あの、実際その上昇が一方的になってて、 ちょっとした押し目、ここ買ってみようかなと思うときって、今度はですね、みんながその気持ちになってて、えー、今度ロングに傾きやすいんで、えー、今度深い調整が入ったりする可能性もあります。したがって、上昇気象のとき、で、上値を抜けたときっていうのは飛びついてもいいけど、えー、押し目があったときに、えー、できればやっぱりある程度深い押しを見て、えー、それでもみ合いを続けて、今度もう一回上昇になっていったときに買ったほうが、 私は順張りのイメージからしたらいいのかなと、そんなようなイメージで考えております。それでもまたご質問ございましたらよろしくお願いします。モニーニングショット、これで終了です。JFX 株式会社代表取締役、小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が 数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます業界の中では数少ないスキャルピング OK であること連打注文が OK であること一日の取引制限がないこと薬状スピードが最速0.001秒とサクサク薬状することなどが選ばれている理由だと自負しておりますぜひ当社でお取引をいただきたく YouTube 限定企画の新規講座開設期間内に小林芳彦 JFXYouTube 限定企画経由で新規講座開設をしていただき取引期間内に新規役場の合計で1万通貨以上のお取引をされかつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に 4,000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレレゼントトいたしますオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろししくお願いいたします